2021年、楽天から戦力外通告を受けた牧田和久。ルーキーイヤーにはパリーグ新人王に輝き、かつて侍ジャパンの守護神も務めた貴重なアンダースローのピッチャーです。日本球界9年間での防御率は 2.81 と抜群の安定感を誇る牧田ですが、現時点で移籍先は決まっていません。一体なぜ牧田の移籍先は決まらないのでしょうか。今回はその理由について掘り下げていきます。牧田の移籍先が決まらない理由の一つとして年齢が挙げられます。牧田は今年で38歳。キャンプを迎える頃にはすでに各チームの編成は固まっており、新規で選手を獲得することは滅多にありません。また春先はドラフトで獲得したルーキーたちや、一軍昇格、レギュラー獲得を目指す若手の実力を見極める季節でもあります。そんな若手の出場機会を奪ってしまうベテランピッチャーの獲得に手を挙げる球団はありません。将来的なことを考えると若手育成にコストを費やす方がいいと考えるのは普通のことだと言えます。またベテランのピッチャーは長年投げ続けた金属疲労や体力の衰えなどにより故障を抱えやすいというリスクもはらんでいます。毎試合のように待機するセットアッパーやクローザーであればなおさら体力面が不安視されている可能性はあります。さらにベテランに求められるものの一つとして若手の手本となり引っ張っていくということがありますが、牧田は一匹狼で職人気質な性格で有名です。若手をまとめていくリーダー的な役割には向いていないという声もあります。チームのベテラン選手に求めている役割を牧田が担えるのか疑問視されているため、各球団が牧田の獲得に慎重になっているとの見方が多いです。牧田の移籍先が決まらない二つ目の理由として挙げられているのが球威の衰えです。年齢を重ねるごとにストレートの球威が落ちてくるのはピッチャーの宿命。前世紀の牧田はアンダースローから浮き上がってくるストレートが魅力的なピッチャーでした。マックスは137キロと決して速くはないものの、緩急を織り交ぜながらのピッチングでバッターを抑えていたのです。しかし2021年シーズンは自慢のストレートを弾き返されるケースが目立ちました。昨年のストレートの被打率はなんと3割0分3厘、2017年が2割2分7厘、2020年は2割2分8厘だったので明らかに悪化しているのがわかります。強打者揃いのプロ野球の世界でもピッチャーの生命線となるのはやはりストレート。これを痛打される姿を見て各球団は牧田の獲得に二の足を踏んでいるとの見方もあります。奪三振率を見ても2012年は 5.46 だったのに対し2021年は 2.76、 明らかに三振が取れなくなっています。もともと力で押していくタイプではないものの、球威が落ちればボールを捉えられる確率は上がってしまいます。得意の緩急をつけたピッチングもストレートの威力があるからこそ生きるもの。そのストレートが通用しなくなってきたことで牧田はもう限界ではという声が上がっているのです。牧田の移籍先が決まらない理由の3つ目として挙げられるのが高い年俸です。牧田選手の2021年の年俸は推定で1億1000万円。年齢や球威の懸念がある中でこの年俸を基準に考えると獲得に消極的になってしまうのは致し方ないことですね。全盛期を過ぎたとはいえ、仮に年俸を半額にしても5500万円なので、決してコストパフォーマンスが高いとは言えません。それよりは若手の育成や助っ人外国人獲得に費やす方がチームにとってプラスになると考えるでしょう。ただかつて阪神の鳥谷隆がロッテに移籍した際は推定年俸4億円から1600万円という大幅ダウンになったケースもあります。鳥谷の移籍が決まったのは3月、春季キャンプが終わりオープン戦が始まってからです。鳥谷の契約合意がここまでもつれたのは、出場試合数の保証など球団にとって受け入れがたい条件が含まれていたからと言われています。しかし最終的には鳥谷側が譲歩して契約合意に至りました。表には出てきませんが、牧田も出場試合数などにこだわりがあるのかもしれません。牧田本人が現役続行を希望しているのも、自分はまだやれるという自信の表れです。年俸よりもどれだけ自分を必要としてくれるかどうかという部分を重視するのではないでしょうか。唯一無二の投球術。厳しい状況に立たされている牧田ですが、これまでどんな野球人生を歩んできたのか見ていきましょう。静岡県焼津市出身の牧田は清成高校に進学し、1年生の秋にアンダースローへと転校。甲子園の出場経験はなく、高校卒業後は平成国際大学に入学します。大学でエースとして活躍し、卒業後に入社した日本通運では7回参考ながらノーヒットノーランを達成。プロのスカウトから注目される存在になります。
そして2010年のドラフトで埼玉西武ライオンズから二巡指名を受けプロ入り。ルーキーイヤーから開幕一軍入りを果たし、5月の楽天戦でプロ初勝利を完封で飾りました。交流戦明けには先発からクローザーへと配置転換。6月の楽天戦でプロ初セーブを挙げた後も安定した投球を続け、5勝22セーブ、防御率 2.61 という好成績でこの年のパリーグ新人王を受賞しました。翌2012年は再び先発として活躍、チーム最多となる13勝を挙げます。そして2013年に行われた第3回ワールドベースボールクラシックに日本代表として選出され、守護神も務めました。その後も速い投球テンポとフォームに強弱をつけ、バッターを幻惑する唯一無二の投球術でセットアッパーやクローザーとして西武の投手陣を支えます。そして2017年11月にポスティングシステムによるメジャーリーグ挑戦を表明しました。ポスティングは所属球団が認めないと申請することはできません。しかし西武は牧田の挑戦を後押ししポスティングを容認。2018年1月サンディエゴパドレスとの契約が発表されました。実はポスティング開始当初は33歳という年齢や譲渡金の高さが原因でなかなか契約が成立しませんでした。そこで西武は当初1億1500万円に設定していた譲渡金を半額に値下げして牧田が移籍しやすいようにサポートしました。立ちはだかったメジャーの壁。こうして念願のメジャーリーグの舞台に立った牧田。アンダースローのピッチャーはメジャーでも珍しく、移籍直後は大きなインパクトを与えました。タイミングが取りにくい超スローボールでメジャーリーガーを手玉に取る姿が話題を呼び、アメリカのスポーツ専門局 ESPN の救援投手人気ランキングでは第6位に選出されています。しかしそんなに甘くないのがメジャーリーグ。バッターたちはすぐ牧田の変化球やスローボールにアジャストしていきます。牧田は14試合の登板で0勝0敗1ホールド、防御率 6.75 と成績が振るわず、5月にマイナーへ降格となってしまいました。その後もメジャーとマイナーを行ったり来たりが続き、11月にはメジャー契約の40人枠から外れ、戦力外となりました。2019年は招待選手としてスプリングトレーニングに参加しますが、オープン戦3試合の登板で防御率 13.50 と結果を残すことができず、開幕をマイナーで迎えることに。6月にメジャー契約を結ぶものの出番はなく、再び40人枠を外れます。そしてこの年の11月26日、楽天への入団が決定し、日本球界に復帰することになったのです。西武ではなく楽天を選んだ理由。牧田には楽天の他にも古巣の西武や阪神もオファーを出していました。ファンの間では古巣復帰への期待も高まっていたようですが、牧田はなぜ楽天への移籍を選んだのでしょうか。実は2019年シーズン開幕直前、牧田は所属のパドレスを通じて楽天から身分紹介を受けていました。しかしその時はまだアメリカでやりたいという気持ちが強く、断ったという経緯があります。楽天への移籍が決定した後、牧田は次のように語っています。一度断っているので楽天からはないかなと思っていた。ポスティングをさせてもらった西武でという思いはあった。しかしシーズン終了後、楽天は再びオファーを出します。メジャーで結果を残せなかった自分を評価してくれたことに胸を打たれたようです。また同時期に西武に所属していた大先輩の石井和久がゼネラルマネージャーだったことや、岸隆之や涌井秀明といった西武時代の同僚が楽天に所属していたことも大きかったとの見方もあります。こうして2年総額で推定3億円という条件で牧田は日本球界へと復帰を果たしました。心機一転のスタート。楽天への入団発表後の2020年1月には結婚を発表。家族も増え、東北の地で心機一転した牧田はシーズンを通して中継ぎとして一軍で活躍します。52試合に登板し2勝2敗22ホールド、防御率 2.16 と文句なしの成績を残しました。しかし2021年も中継ぎとして開幕一軍入りを果たしたものの、シーズン序盤から失点が続き、開幕から1ヶ月も経たずに登録抹消となります。2軍調整後1軍へ昇格しますが、8月21日の日ハム戦で7点リードの7回に登板し2失点。9月の西武戦では5点リードの9回に登板し、栗山巧に通算2000本安打となるレフトへのヒットを許します。さらに後続の打者にも打たれ、1イニングも持たずに降板してしまいました。この翌日に再び登録抹消された牧田。結局2021年は17試合の登板でわずか2ホールド、
防御率 3.31 という数字に終わり、10月に戦力外通告を受けることになったのです。しかし2軍では29試合の登板で2勝1敗3セーブ、防御率 0.33 と無双していたため、牧田の戦力外のニュースに多くのファンが驚いていました。牧田が戦力外になった理由としては、楽天救援陣の充実にあると言われます。楽天には松井裕樹、安楽智弘、孫チャーホー、酒井智人といった20代の若い救援陣が揃っています。2020年はパリーグ5位だった楽天救援陣の防御率は、昨年は12球団1位の 2.75 と向上し、平均年齢の若さから数年は安泰との見方が多いです。この若い救援陣の中に37歳の牧田が割って入るのは難しく、来季の構想から外れる形となりました。しかし元楽天の田尾靖監督は自身の YouTube チャンネルで牧田の去就について次のように語っています。今シーズン優勝を目指しているチームや、優勝するために1年だけでもいいから戦力として頑張ってもらいたいというチームにとっては、こういうベテラン選手は戦力になる。昨年の2軍成績から見てもまだまだやれるという気持ちは本人にもあるのではないでしょうか。しかし牧田よりも若く、ノンテンダーで話題となった秋吉が NPB 球団との契約を諦め、独立リーグ入りを決断。牧田にも決断の時が迫っているのかもしれません。牧田がまたプロ野球のマウンドに戻ってくることを祈って、この動画を終えたいと思います。